皆さんこんにちはのぞみですゆんです上水ゆきです討論カフェはお題についてみんなで語り合う価値観の交換の場ですこの番組を聞いている間ほんの少しだけ余白を持って様々な意見に触れる時間を楽しんでみてくださいさて今回はあなたにとって暇な時間はどれぐらい必要というお題で今日はちょっとディスカッションしていこうと思って てます。はい。お願いします。ますよろしく。必要ですか？必要だよね。そんな。まあもちろん必要ですけど、うん、はい。ユンカ。必要ですよ。どれぐらい必要か <laughs> ぜひ教えてほしいんだけど。はい。まあ週三ぐらいあればいいかなと思もた。な時間週三ってどういうこと？<laughs> <laughs> <laughs> ちょっと分かんなかった。<laughs> いや。 あの、ご存知の通りなんですけど、僕は、あの、<laughs> まあ、投資で飯を食ってまして、あの <laughs> 結構暇な時間が多いんですよ。うん、あのなんだろう。平日の昼間とかは、あの、まあ、もちろん携帯見たりするんですけど、うん、情報収集でね。それ以外はまあゲームしてたり、寝てたりとかっていう感じなので、うん、結構暇な時間も多いんですよ。で 暇な時間は多すぎるんですよね。一週間のうちどれぐらい暇なの <laughs> えと、平日の昼間はほぼ暇ですね。<ー>で、土日は、土日とか週末とか夜は、うん、あの、まあ、料理作ったりとか、いろいろ家事のこと、家のことしたりとかもあるし、その、週末大体夜遊びに行くので、うん。DJ もね、やってるので。うん、なんで、 あの週末は大体忙しいんですけどうん、うん、平日昼間は、ね、じゃあ9時5時で暇みたいなあそんな感じですマジ <laughs>、はい、<laughs> 一応あの辞書的には仕事や義務に拘束されない自由な時間みたいなニュアンスはあるけどそういうことであってますかそうですねす義務的に拘束されることがないみたいな時間が、うん、そうですね、うん、投資の,その勉強も、はい、あの時間決めてやってるとかでもないので興味の赴くままに っていうう感じでではあるので正直いう、はい、そうです,そうです確かに暇っていうかめっちゃ時間があるそうなんですよずっと旅して回るとかはしないですけどね興味がないいや疲れるっていうかあんま体力がないんですよ多分私暇とかないよね <laughs> なんか時々いる、えー うん、あのこなし専業主婦の人っているじゃないですか、うん、に結構近いんじゃないかなと思うんですよねあ家事して、はい、なんかずっと YouTube 見たりとか、うん、そんな感じなんだじゃないんですか <laughs> 違うんか、ね、分からないどう,いうそういうイメージではあるんですけどでも栄養とか考えてご飯作ったりとかを日々やってるってなったらもうでもそうやって拘束はされてないので僕の投資の勉強と一緒なのでそこは 拘束されていなくて興味を思うままにあのもっとおいしいご飯とか栄養価の高いご飯を作ろうとかっていう風に考えて確かに義務ではないもんね、うん、だから一生懸命やってるとしてもそれは強制されてるわけじゃないってこと、うん、はい 義務を、何を持って義務とするか難しいよね。本当その文字通りそのさ、義務なことも、うん、その契約上義務ってこともあるけど、うん、そうじゃないけど、義務感を感じてるみたいなことってあるじゃないですか。<ー>例えばその専業主婦の方が、うん、こうしなければならないって思ってたら、うん、掃除とか、そのね、家事とかを、まあ、ある種必要以上に頑張って仕事を急にやっちゃうみたいなこともあるかもしれないから。はいはい 義務感みたいなの難しい。責任感とか義務感って難しいよね。そういうのがだからなかったら遊び化できるっていう意味で言うと、僕は結構仕事はしてるんですけど、俗入仕事みたいな時間を言ってるけど、あんまこう義務感のある仕事が少ないんで、仕事してる感覚ではないみたいな。義務感のある仕事だから仕事っちゃ仕事みたいな、なんかすごい中途半端な感じ。僕は暇なんですよ。明確に。明確に暇ですね。 そうか日々はい退屈になるの暇は退屈に思うことも多々ありますねあ退屈に耐えられるのよ義務感のあるものが来た時もキたって感じしてるけどねいや義務感のあるものは本当にきついだから正直 <laughs>、うん、あの コンサル系の案件は、めちゃくちゃ負荷かかってます、精神的に。その義務感のその義務感、<laughs> そのね、やっぱ責任がそれだけ重いってのもあるけど、うん、なんかもう、すごい負荷がくるんですけど、うんうん、その他の仕事はね、暇つぶしになってる感じがしますね。その、ちょっと戻りますけど、その負荷っていうのは、不快ですかめちゃくちゃ不快、うん。あ、そうなんだ。すごいや。でもねえー 感が強いっていう可能性もあると思う。え、結構強いんですよ。うん、いや、してるてすえ。あ、でも確かにそう思われないかもね。約束したがらないですもんね。ねだから。うん、責任負いたくないから。うんうん、でもおったら。うん、やっぱり百期待されたら百以上返さないみたいな気持ちがどうしてもあるから。うん、なんかプレッシャーを勝手に感じるかも。でも責任を負ってるのに、情報が少ないとか、責任を負ってるのに、あまりに時間が。 がないとかわかんないけどそういうプラスアルファでマイナスがあるともう一気に死んでいくイメージまあ長期でそう継続的にその感じが続くともう一気に潰れていきますねでも暇も耐えられないから厄介ですよ面白い厄介え暇は耐えられるじゃん耐えれますね退屈でも耐えられるなんか遊び 遊ぶコンテンテツが家にたくさんあるので退屈だなよしゲームしよう退屈だなんとかしようみたいな感じですぐ退屈を消せるってことそうですね。あすごいなその。退屈じゃない方がいいけど、うん、日々その退屈な時間が多いとそれなの新しいネタをこうなん,なんていうかなあの企画しないといけないから日々あの楽しいことはないかと、ね、そうなんですよ、うん、で。 一生遊んで暮らせるほあの普通に暮らす金はあるんですけど、うん、遊んで暮らせるほどの金はないので、うん、工夫をしないといけないんですよそっかなるほど、ね、お金を使ってそれを満たしていくにはちょっと限界がある、はい、そうなんですよだからそんな大問題 <laughs> 大問題ですよ <laughs> 認識ゲームになるよねどのようにそれを面白がるかみたいなそうなんですよでもそれでいうと私暇ってないよそれが妄想が趣味なんだけど趣味じゃないだけど例えば人とバイバイとかしたら家まで3分で着く2はダーって走ったりして忙しいよ なんか、そういう、自分結構変質者ですからね。あの、一緒に帰ってて、あの、途中で、じゃ、ここね、道が分かれるとこねお疲れ様ですとか言ったら、ダッシュしだしたりとかするから、大丈夫かなと思うとあるんでこの人気づいてたいや、気づきますよ、それで。じゃお疲れ様ってダッシュしてるんですよ。うわーって思いますよ。いや、なんか、その、お疲れ様バイバイが、いわゆる、バンって、ピストルが鳴って、はい。こう。 わわかかるかんない <laughs> マラソンが始まるじゃないけど <laughs> う、まあ、そういう自分の中で常にその設定があるんよ、はい、昔しなかった小さい時さ横断歩道の白しか歩いちゃダメとかああります、ね、だから退屈な道みんなが退屈な道と思ってる道も、はい、私は例えばこの高宮駅まで、はい、その飲食店が何個あるか数えようとかそういうねなんかそういうことばっかりしてんのん忙しい。 それは相当企画力がありますね。企画力じゃない <laughs> <laughs> ちょっとじゃあ <laughs> 駅までの店を数えるイベントありますかね <laughs> <laughs> えー、えねでもなんだそれは私のやり方やけど、うんうん、そうじゃない楽しいことをいっぱい考えたら暇じゃないんじゃないっていう、うん。でもいっぱい考えるのって結構やっぱ限界がくるんですよ。うん、うん で、そこで、僕いいのが、いいなと思うのが、仕事ですよ。だから結局。<laughs> <laughs> <laughs> 働く働く一定のあれがあるもんね。相続力というか。拘束力あるし、うん、そこで、その、いる時間はやっぱ一生懸命頑張らないといけないし、うんうん、で、お金使わないし、なんならもらえる、もらえるし、うんうん、っていう意味で、あの、限界が来たら、働けばいいんじゃないかなって思います。なるほどね。 じゃあ実際働いてさ週5とかで働いて今週5が暇なのに週5働いてるに本当に実際耐えれるもんなのなんか今はもう無理ですよ<あ>その普通にサラリーマンしてた時はもちろん耐えれますけど今はとかお金がなくなったらもちろん頑張りますけど、うん、今は無理ですね、うん、じゃあ働くより暇を取ってるってことかそうなりますねだから働くより暇の方が暇な時間の方が嬉しいってことですねうん、うん、結果界は。うん そそううだねじゃん、うん、た,だたまにアルバイトしたりとかもあるのでそうだね暇つぶしで働くぐらいの気持ちだといいかもねうう、うん、多分いい塩梅っていうのがあるんですよ自分の中に週5ではないけどうん、うん、週4週3ぐらいなのか分かんないんですけどある程度時間が生まれば割と幸せに楽しく生きていけてるんじゃないかなっていう。 仕事でしか,なんか、ね、発生しない関係性みたいなのもあるしね、はい、普通の友達とは違う達成するとかさ、うん、生み出すみたいな、はい、ちょっとあるよね仕事とかの方が。うん、うん確かに仕事ねでも仕事って他者からアポが入ったりとか、はい、結構その暇とは真逆というか、はい、う自分ではコントロールできないみたいな時間もたくさんできてくるじゃない、うんうん そうですねその時にちょっと自分が合わないなとか嫌だなとかいう案件だと、はい、もう猛烈に消耗していくんよね私はうん、うん、いやもちろんそ,れそういう面はあるしあの自分も、ね、そういうことってあったけどでもそれをなんか一生懸命頑張った先になんか見えてくるものってあったりもするじゃないですか。 前前やっててたたといいうかその前働いてた会社が家賃を回収する仕事だったんですけどうん、うん、上司とか超怖くて、うん、やっぱそのお金回収する仕事なのでやっぱ怖いんですよめっちゃ。うんうん、けど、まあ、一生懸命やってたんですよね、うん、でもやっぱりあのいろんな滞納者とかがいてうん、うん、あこういう世界があるんだみたいな、うん、牛島くんみたいな世界が、うん <laughs> まあ、見えたりはしたのであ<ー>まあ一生懸命やってよかったなとは思い 確かにそういうのある、ねねはいろ、うんうん、んなことをだから、うん、<の>新しい世界を見るみたいな感じ、うん、そうですねでそれを頑張ったことで内島君の、ね、漫画読むときの見方がやっぱ変わってより面白く感じれるようにもなっただろうしうん、うんうん、それはあるよね、うん、新しい世界を見るっていう意味で、はい、その仕事っていうのはいいかもしれないね、うんねいいコンテンツやと思いますよ、うんうん、確かに。 だからそれ結局それで仕事でそのもう日々の生活がままならんくなったりとか体壊したりその心壊したりっていうのが問題なだけでお金稼いだりとかその新しい価値観が見えるようになったりとかっていうのはすごいいいことだなと思いますね確かに今ユンの話を聞いて思ったのは、うん、別にわざわざ何かを企画したいわけではないとかいう場合は働くって一番 コスパのいい暇つぶしみたいな。<laughs> <laughs> そうですね。うん、でも自分でなんか企画できるんだったら、いろんなことやってみる、はい、その時間を与えられてる感じもするけどね。いやでもね、うん、その自分で企画したら家賃は回収しないんですよ。うん、あだからその絶対自分が企画しないような経験を嫌だなと思いながらも。 行ってこう突き抜けるるまでやるみたいなのはなんか違う世界が見えるみたいな感じ、ね、そうですね、うん、強制的にまあある意味やらされることで楽しいかつ多そうじゃないかもしれないけど見える世界が変わって結果として財産になるみたいなそうだねー。うん 僕もね、今、コンサルみたいなやってるのも、たまたま企業、企業さん向けの社員研修の営業みたいなやったりとかしたところがきっかけだったんですけど、それまずしたくてしたわけじゃなくてね、うん、もうやらざるを得ないて、ね、そう。そう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 。うん、やった先にあるから、まあ、確かに経験は大事だね。うん、その暇つぶし、なんていうかな、暇ではなくなるし、それが財産にもなるみたいな考えたらいいですね。そうね。確かに。 嫌な仕事ほど後々財産になるぞってうちのお父さんが言ってたんやだからーこれはいつか財産になるんだって思ってやったりはしてたかな、うん、でもその時その瞬間思えない正直瞬間きついすよ、ねね、そうですね本当にきついだから頑張っても1年とかないよね、うん、私は瞬間きついよね けど多くの人はそのサラリーマンで雇われてというかアルバイトでもそうなんですけど、うん、あの雇われてそれをやらないといけないってなるとまたちょっと違いますよね,ね多分ねで僕がアルバイトするにしてもその週2とか週3とかコントロールできるのでいいんですよけどみんなそうじゃないじゃないですか、うん、なんならちょっと気に食わん方やめればいいしねそうそう気に食わん生活なんだからねっていうのが 難しい課題ではあるけどあるね解決できればねめちゃくちゃいいでも今それできっと思ってたんだけどコントロールできないけど設定、はい、もうやるしかない嫌だなっていう暇じゃないちょっと嫌な時間でもある5日間を過ごしたら、はい、確かに土日めっちゃエンジョイできそうだねやりたいことたまりにたまってますみたいになりそうだねうん、うんうん 多分メリハリみたいなのはつきそうな感じもする。うん。でも集合はちょっと消化できないんじゃないですかたま、今そのコンテンツが多いじゃないですか世の中面白いコンテンツが。だから、集合勤務で土日しか休みないは、多分、コンテンツを消化しきれないと思うんですよね。今の時代。そう、コンテンツ消化せんでもいいんやない、別に。今この生活でいいなと思うのは、うん あんまり価値のないことに時間を避けることが結構いいなと思いました。めちゃくちゃいい。わ<あ>、うん、かる。そう。うん、めちゃくちゃいいわ。ゲームするとかマジ価値ないと思うんですよ、俺。うん、好きだけど。価値の高い時間の使い方ではないとは思うんですけど、それができちゃうのが今の生活のいいことだなとは思いますね。なるほどね。うん、いいななどういうこと暇あ価値のない時間 価値がうん価値がないさそうなことに価値をつけるみたいな遊びが好きなんで僕はうそういったら膨大な時間とかがいるんですけどあ価値をつけるまでがこう醍醐味なの、ね、まあ遊びとしてやってるんですけど遊びとしては楽しくやってるんですけど義務ではなくてうでそういうのに時間を全部振りたいけど生きるために働かなければならないみたいな。 やつで負荷のかかる案件をち、うん、<laughs> ちょいちょいいみたいなことをしてますね。<laughs> そうね私も10年以上そういう時間だったよ。<laughs> だからか食べていくのにしょうがないみたいな時間が膨大にあったと思うこの10年ぐらい。どうなんでしょうね仕事にそういう,こう楽しみとか自己実現とか、うん、まあ要は個人的な欲求みたいなものをどれぐらい。 ね、持っていいものなのかなみたいなや思いますね。なんか持つのがもうベースみたいにな,んかなっちゃってる感じ,じそうかね。確かに。一方でその求められることに答えるってことは自分が最も今すぐ価値出せることで価値出せってるとも言えるから、うん、それを喜べっていう方法も方向性もあるじゃないですか。うん、それがなんかできないんですよね僕なかなか。でもなんかね、そのできないんじゃなくて。 自分が大事にしてることを頑張って守ってるに近いんじゃないかなと思うんだよね。うん、それができちゃうってことはもうどんどんそもそもやり方か,かったこととかそもそも自分がいいと思ってたことをどんどん捨て去っていく作業に近い私は。本当は A という仕事をやろうと思ってやったけどうん、うん、B の方が求められたからどんどん B をやっていくってことはもともとの A の気持ちをどんどん捨て去っていくに近いって感じ。 なんか気持ちは捨て去らないけど時間は捨て去ってるなって思っあそうだね <laughs> <laughs> A をやりたいなと思いながら B ばっかやってるみたいなことが起こるい,、ね、いやいやそうそうそうそれが私は10年間ぐらいだったね、うん、でも A をの、はい、夢のかけらを握りしめて、はい、ずっとあの稼ぐことをやってたって感じ <laughs> 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 だからかけらはなんかこう持っとった方がいいけど 時間までは確かにむずいな時間を捨て去っちゃってるねね,ねなかなか勇気がね出ないんですけどねそこはね振り切ってそっちに時間を振るみたいなねそうねでも振り切れる自信もなかったのかもなって今振り返ると思ったりもする振り切れる時が来るから振り切る時はって思ってるなるほどね。うん,うん確かにだから私には10年必要だったんだなって それいいですね。それいい。本当それいい。ちょっと勇気もらいました。もっと早い気がするけど、いやみうなんみんな必要な時間があるんじゃない暇な時間で言うと、週に、暇だなって感じる時間は4時間ぐらい欲しいです。週に。週に4時間でいいんですか暇な時間っていうよりは、暇だなって感じる時間は4時間欲しい。 例えはっ拘束されてない時間はカレンダー上あるけど、そこで仕事っぽいことやっちゃうんですよ。ああ<ー>。まあ、遊び的でもあるけど仕事的であるみたいなことをやるから、埋めちゃう、埋めちゃうんですよ。やっちゃうんですよ。うん、でも、本当にそういうのをやらない、パソコン開かない4時間ぐらい、あ、暇だな、何しよっかな、みたいな時間があると、なんか、ゆとりを感じるみたいな、そこで。 週に4時間でゆとり1週間に1回リ,リセットできる、そこで。<ー>暇あるな、みたいな感じになる。で、暇に耐えられなくなって、<laughs> <laughs> 仕事するじゃないけど、<laughs> よし、来週の仕事頑張ろう、みたいになるから、<ー>日曜日とかに4時間ぐらい、はい、半日暇とかがあると、めちゃくちゃいい。いや、結構暇に弱いのなんか今聞いてたらいい。死にたくなりますね。<laughs> <laughs> 暇だと死にたくな死にたくなる。<laughs> え、じゃあ、例えば、うん、えー ずっとバスに乗ってるとか暇？<ず>大丈夫。その理由は <laughs> いや？暇だからバスに乗ってずっと <laughs> 無理無理そんなの。どっかに本当。俺全然行きますね。東京とか大阪とか、うん、あの、うん、高速バスで夜行バスで行きますよ全然今でも。えそれ暇だからみたいな理由で？ いや、なんか、バスの中でずっと携帯触っとくの楽しいっていうか、なんか。でも、その東京に行く目的があっての。もちろんそうですよ。それは大丈夫ああ、そうじゃないででも、それ、飛行機とかじゃなくて、バスを選ぶんですよ。あえてみたいな。あえて、そう。あ、確かにね。あえて暇な時間が長いもんね。そう。ちなみに、福岡から東京まで行こうと思ったら、夜7時ぐらいからバス乗らないといけないんですよ。で、着くのが10時とかなので、朝10時とかなので。ちょっと長いね。そう。寝る時間、プラス何時間か、起きとく時間。 っていうのがあるのでちょっと厳しいかもでもそれはバスだからかも船だったらフェリーで行きますかバスの空間がダメだったから船は大丈夫あ、その狭い空間がダメってこと確かに船いいかもしれないですね船ってあの電波通らないんですよそそうう。なの。だから本当に暇な時間を過ごせまよずっと本を読むでもそれもなんか本を読むためにとかなってるからダメだよ暇な時間になってない本当だ 電波から解放されるから本が読めるとかなってるからダメなんですよ。本当だ何かをしちゃうんだね。そう。なんかもうハムスターに見えてきた。カラ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 みたいなさ。そうそう,うん。私はねあのー、ぼーっとしてても平気だから、うん、でも別にその時間が必要かって言われたらわかんないな。だから暇って感じちゃうっていう。 特性な気がしましたね今。だから横断歩道とかで待てないとかいう人もいるらしいんですよね。はい、携帯見ちゃったりとか。する。あする？うん。それ暇に耐えられない。用事なくてもなんか横断歩道で待ってとかしたらスマホ見るもん。<laughs> もダメだ山に送り込んだがいいわ。まあ、自分もそうですよ。いいすね、耐えられない。えーうん、本当？一分に耐えられない。いや昔からですか？ 二人とそれは <laughs> いや。携帯がない頃は、多分、何か考え事とかしてたんでしょうね。<laughs> うん、何時なんだろう、携帯ない時。信号無視してたから携帯がない。<laughs> うん、わざわざ違う道行ったりとかしてたかもね。そう <laughs> かもしれないですね。人間ウォッチングとかしてたって、昔言ってたよ。あ、してた。ね。ほら、取り戻して。人間をもっと見た方がいいな、確かに。 でも最近やっぱみんなもスマホ見てるから観察してもああファッションとか歩き方とか顔つきとかそういうのしか観察できないから、うんうん、あんまりね,そうね確かにいやちょっと暇な時間をねはい過ごし方まで話したかったなまあ今度暇なね,ねまた来年ぐらいそうだね <laughs> <laughs> でもまあ暇な時間が必要な、はい まあ上水君はじゃあ四時間か週四時,時間欲しいですね。<で><週>まあ結論言うと、うん、自分の結論でいいよ。うん、うん、週三週四ぐらいうんっていうところでこまあまあ、まあ、でもどうかな週週三かな <laughs> 週三あ私言ってなかったねは一、い、日一案件それ以外はフリーがいいあめっちゃいいですねあ。 1日案件が3つ入るとはい苦悩するマジでもう終わり際にあれですけど1日に3個とか4個入れてフリーの日を増やしたいって感じああ、1>, あ1日ごとでそうだから案件めっちゃある日とめっちゃ自由に考え事できる人みたいなのを日で分けたいかもたと、はい、えそうでも1日1案件がいできたらあなるほどねフリーの日もあるけど、うん 1日1案件が理想週7、2時間勤務とか結構理想ですけどね最高やねんそんな仕事したいね週2時間一日毎日休みないけど2時間頑張るで週7はでももうそれだけでかつリモートこれがいいです完璧です確かにな今思ったけど なんか暇な時間を考えることで働き方が見えてくる気がするね。いやそうですね。働き方を考えるんじゃなくて、ね、自慢の暇をどう作るかっていう風に考えた方が、ね、意外に理想に近づきそうな気がした今。いや多分どっちのアプローチも必要なんですよ。うん、働き方考えないとお金稼げなくなっ,た、うん、なっちゃうので、うんうん、だ暇な時間ばっを考えるとあの。 金額の大きさを埋めないのでなかなか、うん、簡単に言うと仕事辞めればいいみたいな話だからそれだと生きていけないみたいなか、ね、<laughs> だからねだから多分どっちのアプローチも必要なんだろう今ではだから仕事をどう,どう働くかばっかり考えるから結構やっぱ暇な時間がしんどくな少なくなったりとかしんどくなったりとかしちゃうけど暇な時間をどう生きるかも一緒に考えるっていうのがベストなんじゃないかなと思いますねー、うん、いやーこの話はつきませんが各自 暇な時間のね、欲しい時間は違うっていうことは分かりました。<laughs> <laughs> ぜひ皆さんもどれぐらいいるかとか欲しいね、みんなからもね、意見がね、はい、ねぜひね,ねあの、コメントでもいいんでいただけたらなと思います。はい。最後まで聞いていただきありがとうございます。最後に番組からのお願いとお知らせです。 お聞きのポッドキャストアプリで討論カフェを番組フォローしていただけると番組更新のモチベーションになります。ぜひお願いします。また、X でハッシュタグ討論カフェをつけて番組の感想や質問をポストしていただけると嬉しいです。人に見られるのは苦手という方は概要欄にあるフォームからお便りをお待ちしてます。そして、討論カフェは毎月イベントを開催してます。 番組で話したようなテーマや雰囲気での対話を実際にお楽しみいただける場です。参加費無料ですのでぜひお気軽にご参加ください。詳しくは概要欄のリンクをクリックしてご確認ください。ぜひ一緒に価値観の交換をしましょう。それではまた来週。